こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日のアセット勉強会は、この勉強会ならではですね、もう超マニアックに、序盤戦の戦い方ということに、序盤に絞って、話をしていこうと思います。はい。序盤って言っても、競技によっても様々だと思うんですよね。何点取ったら勝ち、バドミントンとかフェンシングなんかは何点何本取ったら勝ちっていう、試合形式なので、序盤のうちにどう考えていくか。でも、サッカーとか、ホッケーなんかは、もう序盤で1点取られたら、その1対0で負けることも入っているわけですから、どこまで相手を探るのかだったり、自分のプレーを出す、試すのだったりとか、いろんな考え方あると思いますし、で、あと、序盤の捉え方が何点までとか何分までなのか何キロまでなのかっていう選手によっても違うと思います。競技によっても様々だと思うんですけども、はい、ちょっと花岡さん来るまで僕の話でつなぎますね。僕、2005年から2008年の北京オリンピックまでは日本代表のゲーム分析スタッフという形をやらせていただいてて、で、そのちょうどその2年終わった3年目の時に、ルールがラリーポイントに変わったんですね。それまではサイドアウト制って言って、昔のバレーボールなんかもそうだったんですけども、サービス権がある方に点数が入るっていう、それから、ラリーポイントに変わって、で、21点3ゲームマッチっていう、21点を1ゲームとして3ゲーム取ったら勝ちっていうふうにルールが変わりました。それは今も、いろんな試行錯誤のテスト大会ありますけども、現状はそのルールでやってます。そういう時に、その変わり目の時に、正式な代表のスタッフというよりは、当時まだ マルチサポートとかなかったんで、臨時っていう形で大会のためだったりとかって形だったんですけども、協会のスタッフやらせてもらってたので、いろんな、選手に話聞いたりだったりとか、データ取ったりだったりとかしやすかったので、その時の、全国大会だったり、国際大会を出た経験がある選手たちに、その変わった直後ぐらいに、どれぐらいを序盤って考えるんですかっていうふうにアンケート取ってみたんですね。で、21点なんで、序盤、中盤、終盤というふうに3分割で考えると、7点までが序盤、14点までが中盤、21点までが終盤という、これが算数で考えた時の、3等分した時の序盤、中盤、終盤になるんですけども、細かい点数は人によって違いましたけども、ほとんどの選手が大体もう11点の時に、どっちかが11点取ったら、インターバル、1分間取れるんですね、60秒以内の。なんで、それまでを序盤って考えている選手が多かったです。で、中盤を、これはちょっと様々でしたけども、5点、6点、7点ぐらいまであったりとか。で、終盤はもう本当に最後の18点以降だったりとか、30点までは2点リードした方が勝ちっていうルールで、29対29になったら30点、1点勝負なんですけども、18以降とか19以降とかっていう、なかなかのギリギリを終盤って考えてる選手が多かったです。はい。で、その時に、大会のデータとかもすごい取りやすかったので、ちょっとだけお見せしますね。見えますか？はい、見えますよ。これ日本でやった、厳密には正式にルールが変わる直前なんですよね。2006年に行われた、日本でやったトマス杯っていう男子の団体戦。ユーバー杯っていう女子の団体戦が同時に日本で行われて、で、その試合が最後のテストマッチで、その大会が終わった直後の日本で行われ、そのまま日本で行われた会議で正式決定されたんで、正式には決定直前でなんですけども、予選リーグを行って、それから決勝トーナメントっていう形だったんですね。で、すべての試合の審判のスコアシートを入手することができたので、これは論文にするっていうことで、データをいただいて、で、
これはどういうふうに見るかというと、5点取るまで、これが5点取るまで、どちらが5点、どちらが10点、どちらが15点、18点、19点、20点、どちらかが取ったときに、横の数字というのは相手との点差です。なので、5対、この5と1のときというのは5対4のときですね。これが、ここの2というのは5対3、相手との点差で考えていってるんで、そうすると、まあ、結構早い段階で、例えばもう、5対3の段階で、まあ、7割近い確率でリードしてる方が勝つっていうことになるんですね、これ。で、もう10点の時に3点差あったらもう9割とかっていう、結構高い確率で序盤でリードしてる方が勝ってるっていうデータ。これは男子のシングルス、ダブルス。それから、これが女子のシングルス、ダブルスっていう形で、リードしてる方は勝ちやすい。結構、それはもう早い段階で、統計的には出てきてて、まあ、これももう、言ってみれば今から16年ぐらい前のデータなので、まあ、今は当然もっと逆転の確率上がってる、よく目にしますし、上がってるんですけども、そうとはいえ、まあ、序盤で、リードしていると、まあ、結構なかなかの確率で勝てる。もし序盤でリードされたら、追いつくのは難しかったりするっていうことは、もう数字で出てきているかなっていう感じですね。まあ、ちなみにこのデータは、国立スポーツ科学センターの機関誌の、多分今名前変わってるんですけども、JGES っていう、機関誌あるんですけども、論文集ですね。その創刊号に掲載していただきました。はい。ですね。はい。なので、そこから、も見られるので、よかったら見てみてください。なので、まあ、序盤は結構大事かなっていうふうには、いうデータを最初に紹介してみました。